行くかと思いらっしゃい。ちょっと右側行くね。予想だから合ってるかどうかは知らん。合ってた、やった、合ってたわ。よいしょ。これなんだっけ。ああ、いらないね。よいしょ。オッケーオッケー、どうもいらっしゃい。お酒飲みたいな。あれ、出て降りるんだっけ。こうか。よいしょ。山田のオロチさん、どうもいらっしゃい。ここも嫌いなんだよね。はい。はい、どうも。はいって、エスパイとって何、はいとか言ってたっけ。知らん、覚えてない。どう思いやさ。まあでもこれやり込んだらもうちょっとうまくできるようにはなるんだろうね、多分。やり込んだら、どうもいらっしゃい。よし、ここ右側行くのできないから、一回通り過ぎて。あー、しまった。あー、なんで走れないの。ちょっと落ちちゃったな。もう落ちちゃったよ。これ落ちちゃったら生き方知らないんだけど。落ちたら生き方知らない。ちょっと一回戻ろう。戻っていい。いや、戻っていい。やってるけど、いや、そこジャンプしたら、あの、ゲボーっていうので落ちるもん。どうもいらっしゃい。なんで走れなくなるのかな。これ多分ここは裸で走った方がいいってことかな。もしかして。へそもってなんだよ。裸の方が、その何、スタミナも減りにくいし、あの、あれってことだよね。走れなくなるってことがないからでしょ。え、また落ちたんだけど。もう一回練習していい。今日のパジャマ。そうそうそう、多分それだよね。今日のパジャマ、ね、冬場は、あの、高校のジャージか、中学校の時のジャージです。どうもいらっしゃい。地味だね。いや、でも
そうだよ、いつもそれだよ。私は。ここないと殺しとく？うん。か、めんどくさいし。痛い。ほいっと。ゲイ。そこが落ちるってことなんでね、サイズ的に短くなってたり、多少短かったりするけど、別にそれで外に出るわけじゃないし、まあ何、全然使えるからそれでいいかなと思って。あ、落ちちゃった。よいしょ。攻略簡単じゃないよ、全然。え、1の方が簡単に感じるんだけど、多分やり込みが単純に足りてないだけだと思うけど、1の方が簡単に感じちゃうよ。どうなんだろう、わかんない。2の方が、めんどくささは高いと思うんだけど。あ、どうもいらっしゃい。よいしょ。めんどくさいんですけどね。ダークソウル2が、2じゃない、攻略だったら、デモンズソウルが一番簡単だと思ってる、自分では。多分やり込んでるからだと思うけどね。やばい。やり込んでるから、簡単に感じるだけだと思うけど、デモンズの方が、あれかな。2は回復が多い。回復が多いって、あれかな？あれのこと？何？かがり火のこと？あ、雫石か。あ、なるほどね。攻略は2が、ダークソウル2が一番、今のところ難しく感じてる。この人嫌いなんだよね。あー、それはあるね。でもあれが面白いんだけどね、面白いのは。あー、潰されちゃったよ。でもソウル傾向が面白かったんだよ。あー、これ死ぬ。やばい。よいしょ。あー、死んだんだけど。だな、このボスやり込まないと絶対死ねないんだって。こんなボスでこれね、なんか上手い人からするとめっちゃ雑魚らしいよ。私この人割と死ぬんだよね。上手い人たちから見るとすごい雑魚ボスなんだって。ねえ。まあ今も勝てそうだったけどね。なくない人から見てもなんか、
私ちょっと下手くそだわこの人。うん、そうだよね。できてなかった。あ、まずい。回復するか。よいしょ。エンチャすればもうちょっと早いと思うけどね。まあ、別に RTA じゃないから。エンチャする必要もないでしょ。感度上げればいい。何それ、スティックの感度上げるなんてあるんだ。よいしょ。とりあえず一回帰って、でここまでボスが1、2、3、1、2、3、3、何体倒した？ 5体倒したんか。そんなことできるんだ。へえだね。クラブ？なんか、まあでもこれお金がここで貯めておける。これはでも延長用に購入するやつにしようか。よし、ちょっとだけ買っておいて。いや、ミンスは買わないね。うん、20個ぐらい買っとこう。どうもいらっしゃい。あー、くれるわけじゃないんだな、まだ。まあいいや。よし、じゃあ、行こっか。あー、でもまあまあまあ。いいか、こっちから行くか。とりあえず。マイヤーさんと思いらっしゃい。あれ、道を間違ったか。こっちか。わかんない、なんとなくやってるだけかな。とりあえずここになんか落ちてたっけ。別になんか、ロイドいらん。
こっちは何があったんだっけ。あーい、痛い。何もないんか。何もなかった。よいしょ。そっか、できたよ。トラップ。トラップ。間違えた。危ない。そう、かがってもいいんだけどね、そこ。あ、そういえば、まあ、念のためこれ取っとくか。別に、RTA じゃないし。よいしょ。OK。れれ、嘘ばっかり。そんな、なんか、言ったって引っかからないぞ。へぇそんなこと言ったって引っかからないんだから。そういえば、あそこってなんか塊かなんか落ちてたんだっけ。まあいいや。トシーのこと好きすぎて夜しか寝れ。普通じゃないか普通じゃないですか。うん、健康的だよね。よいしょ。それだって。一般的だったね。あ、この人が何これ。グレスを持ってるんだ。あ、クレイモアもこの人が持ってるんだ。へえ、知らんかったっ17個買っとくか。よいしょ。 Farewell. はい。 May we meet again one day soon. ちなみになんだけど、ちなみになんだけど、あーなるほど、あーなるほど、これなんだっけ、いらないね別に。よいしょ。ねね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 ね、ダークソウル2ってあの人間じゃなくても侵入ってくるの。人間じゃないと侵入は来ないの。あ、来るんだ。あ、人間じゃなくても。へえ。まあでも対人の準備をしてる人には到底勝てないよねこれ。こうなんていうの、侵入だけ狙ってる人とかいるさ。侵入されるでしょう。あ、そういうことね。いやーでも無理でしょ。対人狙って対人してる人に勝つとか。よいしょ。まあね。よいしょ。
あ、そういうこと？よいしょ。で、これはもうこのままでよくって。一旦。そうだね、娘が侵入してくる方が確率高いでしょ。よいしょ。OK。 よいしょ。あ、らしいね。なんかあれでしょ、調整っていうか空の指輪をつ、空の指輪って呼んだ方がいいのかな、つけるとそれ以降ソウル量が全く入らないんだって。敵を倒しても全くソウルが手に入らなくなるから、何レベル上げないで済むみたいな、そんな感じらしいよね。そう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 。食らっちゃった。マジか。あ、まずい。これ死ぬ可能性ある。私これ避けるのすごい下手。あー、ダメだった。もう一発来るんだ。あー、これ何回も練習した方がいいね。もしも、もうちょっとやり込もうと思ったら、そうだね。レベル、マッチングがやっぱりいいよね。どうもいらっしゃい。なんかもうちょっとうまいこと立ち回りできるようにならないかな。練習量だろうね、何をとっても。圧倒的に練習時間全然とってないもんね、普通は。シーラよいしょ、危な、いった。死ぬんだ。
ち回りがよくわかんない。この人どうやったら食らわないんだ、あれ。2はレイピアが強い。いまいちでも今のとこわかんないな。レイピアがそこまでそんなに強いのかが、今のはね、わしがね、下手だったんだよ。お腹側ちょっとやってみようか。下手なんだよな、やっぱり。あとは、これいらん。そうだね、エンチャーできなかった。あ、ほんとだ。あ、使いすぎた。スタミナ使いすぎた。スタミナ使いすぎた。どこにいるのが安全なんだ。いいんじゃない。普通に下手だわ。まあ通常だったら多分マシ、裸で戦ったらもうちょっとマシなんだろうけど、序盤ってやっぱりソウル稼ぎたいから、なんだろう、この装備でいた方がいいでしょ多分。あ、そうなんだ。マジカ側の前に出ると、あ、そういうのあるんだ。へえ、だね。みんなやっぱり詳しいね。あ、あー、当たっちゃうんだけど。時はもう余裕で倒せるんだけど、あのね、倒せる時はもうパパって倒せるんだけど、違うんだよ、安定しないんだって。じゃあ次枠で一回かがるね。おつおつ。そうだね。それがどこがいいのかがね、よくわかんないんだよね。
放送できてるのこれ。